良きところで、あ、ほらどうですかこれ、めっちゃ美味しそうでしょ。どうも料理のおじさん、リュウジです。リュウジです。まだ全然酔ってないですよ。リュウジです。今回ですね、至高のエビパン。エビパンっていうのはですね、日本の料理でもあるんですけども、要はエビのすり身をすりつけたパンですね。モンスーンカフェ、僕大好きで相当ハマって通ってたんですけど、そのモンスーンカフェで一番推してるのがこのエビパンなんですね。そこで食べたエビパンを家でやりたいなと思って作ったのが10年前ぐらいに作ったレシピなんですけども、まあ、これが相当美味しいんですよ。結構手間がかかるんですけど、まあ、やりますよ皆さん。リュウジのバズレシピ。はい、それではね、やっていきたいと思います。材料はですね、このエビ殻付きの状態で180から190ぐらいで、皮むいて 150g ぐらいのエビですね。これね、殻付きのバナメイエビ今回使いました。バナメイエビが一番安いんで、バナメイエビがいいかなっていうふうに思います。食感とかこう刻んじゃうんでね、あんまり分かんなくなっちゃいますね。玉ねぎ、これ小サイズ半分です。100g ぐらいですね。パンです。好みが分かれるんですけど、今回は家に置いてあるようなこの6枚切り。指の方がもっと感じたいなっていう方は、8枚切りとか使っていただいた方がいいんですけども、卵1個です。じゃあですね、やっていきたいと思います。この至高のエビパンを作るのに何が大切かっていうのは、もう酒です。これこの間 NHK 映ってたからね、これね。これね、よくね、この中身何ですかって言っても来るんですけど、これ核です。じゃあ皆さん、乾杯。完璧なエビパンに合うドリンクですね。まずですね、玉ねぎみじん切りですよね。僕の場合一気に切れ目入れないでちょっとずつ切っていくんですね。力技で細かくしていく。最初に炒めちゃうんですよ。ここまでね、神経質に細かくしなくてもいいんですけど、まあ、ざっくりやっていきましょう。じゃあこの玉ねぎのフレッシュな香りを飲みます。薬味になってうまいわこれ。スイートチリソース、今から手作りします。これね、超簡単だから、作り方皆さん覚えておいた方がいいです。めちゃめちゃ簡単なんです。鹿の爪が、この乾燥のものです。3本ニンニクが2かけ、両方ともみじん切りにしていきます。刻んでいく、ニンニク一緒にね、刻んでいきます。これニンニクと一緒にね、がっつり刻むんですよ。細かければ細かいほど馴染むのでね、これぐらい細かくすればいいでしょう。アンプラ、はい、このチャンネルで初めて出るかな。ハードルが高いからあんま使ってなかったけども、ナンプラ、これ大さじ1です。レモン汁です。こうコンクのやつでいいんで小さじ1杯。お砂糖、シュガー大さじ1で混ぜていきます。これが僕のスイートチリソース。ニンニクはまあお好みで1かけぐらいでもよかったかな。うまっ、昔の俺すげえな。玉ねぎを炒める。でこれね、ごま油大さじ1、これぐらいかな。はい、ごま油で炒めます。塩ほんの少し。意外とね、これね、至高シリーズなんで手間かかります。誰よりも料理が大好きな人間なんだんで、手間をね、惜しむことをしなかったんですよね。見てください、これ簡単タイ風エビパンって書いてあるんですよ。簡単って今の僕からしたら、これどこが簡単なのみたいな。ってぐらい料理を日常的にやる人と、たまにしか料理やらない人の意識の差は激しいってことですね。玉ねぎ炒めて、エビ切って練って、で、それまた揚げるんですよ。こんな面倒くさい料理ないですよね。でも、最高にうまいです、これ。で、ちょっと焦げ目がついてきて、容量が、2分の1から3分の1ぐらい、ね、こんな感じになったら、もう OK です。ボウルにこいつは入れちゃいます。エビなんですけども、エビの剥き方は、足の方から、こうやって剥いてって、で、こいつね、こいつは ここの部分持って引っ張る。これをやっていきます。殻はね、素揚げして、塩味で食べると美味しいんでね。昔の俺手間かけすぎだよねこれね。で全部剥けましたね。それからね、爪楊枝で十分、はい、こうやってね、まあこうやって、この背に通すと、ほらこうやって剥けるんです。背わたが食感がね、あんまり良くないんでね、一瞬で取れますから。こんなに取れました。じゃあみじん切りしましょう。こうやってブンブンチョッパー使う、みんな。であとはこうどんどんすりゃいいんでしょ。これ昔俺コックになりたかったからね。コックってね、毎日同じもん作んなきゃいけないから、そしたら毎日エビパンの匂いでハイボール飲まなきゃいけないから、地獄ですよね。毎日違うもんで飲みたいですよね。はい、こんな感じですね。玉ねぎのボウルにもう入れちゃいましょう。はい、こんな感じですね。で、ここに卵、
ここでまたナンプラーですね。大さじ半分か。大さじ半分入れます。これ味付けですね。これで塩一つまみです。胡椒ですね、まあ、思ったより2倍ぐらい入れちゃっていいです。こう揉んでいきます。ここに片栗粉入れます。だって小さじね2ぐらい入れればいいかな。粘度が増してパンに塗りやすくなる。大さじ1でいいです。今回はこれぐらい、これぐらいのとろみになった。じゃあですね、まあ、今回で3枚分の食パン使います。で、耳ね、落としちゃいます。耳はね、揚げて砂糖まぶすと美味しいんでね。これも捨てないでくださいね、これね。ガーリックバターで炒めてもね、ガーリックバターダスク的な感じになりますから。こんな感じですね。本当はね、片栗粉まぶすんですけど、これ、フィリングに片栗粉もうまぶしてあるんで、いいです。このまま、フィリングを手でやっていただいても、何でやっていただいてもいいです。ちょうどね、食パン3枚に収まるぐらいの量ですよ、これは。はい。こんな感じですね。で、やっと揚げですね。やっていきたいと思います。もうヘトヘトだ。何も今日食べてないし。火つけてください。台風エビは揚げるんですよ、ちょっと。フライパンから1センチぐらいの油で大丈夫です。中火で温めましょう。これね、苦労が報われるぐらい美味しいんで大丈夫です。温まってきたんですよ。エビパンを入れていくんですけども、できればね、この、このエビの部分から入れていただきたい。こうやって。油で揚げることによってエビはふわふわの、食パンはパリッパリ。これで中温で火を通していきます。良きところでこう裏返すと、ほらどうですか、これめっちゃ美味しそうでしょ。あまり温度が高すぎると食パンが焦げちゃうので、なので中温でやりましょう。これはじゃあ2枚目焼いていきます。油の温度が上がったら弱めの中火でいいですね、これね。よしよし、まあ、これぐらいがベストだね、まあ、基本的にこれ表のエビがしっかり火通ってれば大丈夫ですから、ここはもうゆっくり低温でやってくださいね。裏の食パンはもうすぐにね上がるんで、裏のベストはこれぐらいの色です。これたっぷり吸ってるんで、こういうところに置いてください。ほらどうですか、エビの部分すごいいい感じで火通ってますね。で裏もいい感じで上がってますね。そしたら油を切ってペーパーの方に置いて、このまま食べても全然いいんだけど、僕のおすすめはこうやって切ってからここで切るんですよ。そうするとほら見て、三角で可愛くない、これ。こうやって切って、はい、三角可愛くない、これほら、どうですか、これ。じゃあ、もう、盛り付けていきます。ほら、かわいいじゃない、これ。パセリ。パセリは全てを解決する。至高のエビパン、完成でございます。ではですね、やっとできましたので、食べたいと思います。いただきます。うまい。どんだけ苦労したから、どんなだけやってんねん。いただきます。うまっ、最高にうまい。合うねハイボール。今までの苦労が全て報われる、ここですよ。あ、やばいやばい、あのね、スイートチリレベルが違う。乗せたい、これよ。うまい。ちょっとカメラちょっと一番のやつだったわ。ほんとすいません、ハイボールとか言って久々に一番になってきます。これはビールだわ。スイートチリまぶして、うまっ。うわ、ビール僕の至高シリーズの中でもトップクラスにうまいつまみですね、これね。細かくしたエビと炒めたね玉ねぎのこのコントラストね。もしねスイートチリ作らないんであれば、もうちょっとね、このフィリングにお塩つけていただくとすごく美味しいかなっていうふうに思う。そのままで食べてもスイートチリをつけて食べてもどっちも本当にうまい。塩で食うわ。塩も最高だな。至高シリーズの中でも
僕が好きランキングがすごい高いです。ストップチャンス。これありきだから。もうこれもあって初めて。これねないとダメ。まずねお塩で食べていただきたいんですよ。乾杯。乾杯。はい。でここちょっと塩持ったからじゃあいただきます。はい。うまっ。大体の人がうまいって言うと思った。エビのサクサク、なんかエビプリプリですね。エビプリプリで、そんなちょっとビール流して流して。うまっ。完璧でしょ。スイートチリ。これちょっとつけて。うん。甘みとあのパンチと香りが加わるんで、こっちの方が好きっすね。うん、はい。乾杯して終わり。今日はね、ほんと満足いくものができましたわ。手間をかければやっぱうまいものできますわ。特別な材料使ってないです。全部スーパーで手に入りますから。至高のエビパン作ったら絶対あなたは感動する。なのでぜひ作ってみてください。そうこの間の NHK でななみさんに食べてもらった。普段から僕のこと見ていただいてるみたいな。ななみさんありがとうございます。この動画見てるかわかんないけどね、5点満点10個もらったからね、この料理で。相当うまいってことで、しかもななみさんってエビ嫌いなんですよ。なんですけども、めちゃめちゃうまいって言ってくれて、エビ嫌いなのでこれめちゃめちゃ美味しいみたいな。確か5くれたと思う。